プロスベース in 香川県高松市。はい。ということでね、先ほどは吉井さんの、監督就任の動画を出しましたけども、ね、さあ、プロスベースのお時間です。なんと、里崎監督に就任しました。ねえ、皆さん、里崎も監督ですよ。もう、ね、やらないやらないと言っててすいませんね。やることになりました。監督ね。ねえ、スピリーグのロッテの監督です。はい。というところでね、だから今日、しかもそのね、あのスピリーグ監督セレクションガチャっていうところがね、期間限定で、出てきましてですね、なんと里崎が登場しております。まあ、ヤクルトからね、見ていきますけども、真中さんね。まあ、ミートはね、A に乗るから、称号でね、いいところかなと。ね。まあ、守備は C じゃね、ちょっとあれなんですけども。まあ、まあ、ザッキーチームにはね、用事ないね。で、檜山さん、ね。檜山さんも、まあまあまあ、これはもう代打かな。でもまあ、用事ないね。これちょっと限界突破コーチ使っていって、岡島さん。岡島さんも、用事ないね。石原、お、三場道地。まあ、俺がいるからね。用事ない。よしみ。ね。俺、よしみの家結構持っていくから、今回も、まあ多分、俺が来たら、俺はもうね、そのまま継承できるから、よしみの家持ってるから、よしみも今回、イベントね、回れば、A ランクの選択契約書ももらえるから、俺、よしみ極みにできんだよね。俺、セリーグ、オーダーも、ちょっとリーグで作りたいから、よしみもいいね。いたらね、欲しいね。田村、いいね。田村限界突破コーチ、使う価値あるね。ね、田村欲しいね。佐藤、なんか、この監督の中では、リアタイでは一番使えるらしいけども、まあ、限界突破コーチ使ってやるほどでもないしね。俺、いいね。ミパド、これミパド落ち、できないんか。3のマイナ1って、3のマイナ1はないのかな。まあ、よくわかんないけど、ね。まあ、これはもうもちろん、ね。守備、2007年、ね。キャプテンマークも左肩についてるし、これはもうね、特訓もしよう。ね。うん。俺、この成績、今の時代、いたらもう俺ヒーローだね。キャッチャーで。この成績残せれば今の時代だと幸せだね。今の時代の人ちょっと頑張ったらすぐヒーローだよ。ジジイソね、走力あるけどね。いや守備もいいし、楽天のね、チームやってる人たちはジジイソいいね。吉村ね、まあ幼児代ね。山本さん、まあ用事ないね。G、ミパドーチ。いいや。レフト E だって。これもう完全に遊ばれてるね。北京オリンピック俳優さんも G でよくない？レフト。E も、つけすぎだよ。G。G でいいと思う。補給とかも D でいいんじゃん。守備慎重だって。ファースト。GG さんとキャッチャーだから、キャッチャーも G ぐらいつけとけばいいんちゃう。センター守れんのか見たことないぞ。連発サヨナラ起こる。いやー、特殊能力使いづれ。まあこんなところかな。まあということでね、これ自チームスピリング、まあ俺は取るからね、確実にね。3回目で、田村か吉見、あと GG 佐藤。この3人欲しいね。俺も含めてこの4。12分の4。だから、3分の1。お、結構確率いいんじゃない？じゃあ、まず、ね。まあ、俺は自分を狙っていくけども。あと！ヘイ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 ！クレイさんよ！見たよ、動画。何？田村か？里崎が？欲しいと？言ってるけども？で、GG 佐藤？で、1回目の30連？引いて、石原？取って？で、イベントもあるから、6回目はまた後で、いや、もうそろそろ里崎欲しい、
欲しいんだったら、自チームのリスピリーグ監督で一人確定取れって話なんだよ。田村行くなって話なんだよ。取れんだからっていう。いや、もうね、長い付き合いになるけどね、今年取んないとやばいよ。普通に考えて。田村ばっかり言ってさ、俺一回も欲しい。欲しい欲しい詐欺じゃないの？クレイさん。あと、ビップさんも。ヘイ、ビップさん。まだ動画出してないね、今のところ。ね。まだ見てないけども。もちろん、俺を取るまで引くんだよね。ガチャ。もちろん。長い付き合いになるけども。今度もね、スピリーグの多分解説で、ね。まあ俺は監督だけど、現場でクレイさんも含めて一緒になると思いますけども、この監督ガチャで里崎を引かないで、里崎に挨拶に来れますかって話よ。ね。どうなのそこ。しかも確定で取れるんだよ。その通るっていう選択肢は残されてるね。クレイさんはまだ60連やってないからね。どうなの？へいへいへい。この、ちょっと今回、なんか去年は諦めてたみたいだけども、動画見させてもらってるけども、どんなに偉そうなこと言ったって、欲しい欲しい言ったって、結果が全てなのよ。どうなんですか？ね。まあ、今後も含めて、VIP さんのガチャ、動画、まあ、確認しますし、クレイさんもね、イベントの契約書プラス、ね、ガチャ里崎引けんのか確認しますけども、本当にもう引けなかった場合はもうスピリーグであってもノー会話ですね。それ仕方ないですね。楽しみにしますよ、どういう動画になるのかね。うん、じゃあ里崎もね、5回までにしとく。イベントがねあるから、まずだからこの5回までで確定含めてもう一人欲しいね。じゃあレッツゴーね。1回目カモン。最近でもちょっとガチャも悪いからね、全然。あと総合チャレンジしたいから俺も欲しいね。よしみ田村里崎ジージー佐藤カモン。笑って。いやー1回目は不都合か。どうなの、田村の A とか欲しいね。うわー A 来ないね、誰も。いやー A 来ない。いや島内持ってる、タイトルおめでとう。島内いっぱい持ってる。さあじゃあ2回目カモン。いやー最近ほんとガチャ持ってないね。レッツゴーからのか、確定しない。これは来い。じゃ来ました。え、これは確定なのかな、監督確定なのかな。当たれ。どうなん、 30% とかなの、どうなの。来たよ、カモン。田村よしみ里崎ジージー、カモンカモンカモン。あれ来へんな、カモン。あれカモンカモン。あ最後カモン。え、これなんだ、どうなの。 30? え 50% じゃん。 50% の確率で引けてないじゃん、どういうこと。まあもう3回目、レッツゴー。50% の確率で引けてないじゃん。さあ2倍引きじゃないのかな、2枚引きて、2枚引き。カモン、よしみ、田村、里崎、ジージー、2枚引き、2枚引き。いや2枚引きないの。いやーない、最後か。よし、カモン、レッツゴー、カモン。真中さんは用事ない。真中さん
うわ、用事ない。4回目。カモン。いや。ない。A もけえへんな。A30% か。もう一回来てくれ。カモン。した方じゃない方に行く。さあ5回目カモン、もう一回来てくれ。カモン、カモン、調子くんレッツゴーからの白。カモンレインボー、カモン来い。うわ、打たない。飛んで笑ってね、笑って笑わない。いや塩見、まあ塩見もいいけどね、全然 A も出えへんな。カモン、いや OB 選手全然出えへん。まあということで、まあここで一旦終了かな。またあのイベント回ってね、あれでまあ引いて、で俺じゃなかったら俺取るし、俺引いたら田村取るわ。そういう流れでいこうかな。まああとはね、皆さんクレイさんの動画とビップさんの動画を見てね、里崎を取るのかどうなのかっていうところをね、皆さんチェックしていきましょう。そしてね、あのスピリーグ開幕したらですね、まあもちろんロッテをね応援してもらいたいですけども、皆さんもね楽しんでスピリーグね、シーズンオフプロ野球終わった時にね楽しんでプロスピで盛り上がっていきましょう。ということで、まあ、絶対弾けるからね、ありがたいんだけども、真中さん育成するかどうか、これから考えます。